何にもなかったと思った出会いがスペシャルな出会いだったんだっていうことにどれだけ気づけるかで本当に人生が変わるなって思うから、だよ、はい、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。だよ、はい、今日はですね、博多に来てます。博多スターレーンからお届けしたいと思います。何なんですかそれ、スターレーンって、はい、ボーリング場ですね、多分です、はい、あの2人だけが笑ってます。あ、そうなんですよ、はい、え、すごいですね、はい、スターレーンってもう全く分かんないですけども、もう博多の聖地といえば博多スターレーンですからね。あ、そうなんですね、はい、ボーリング場ですよね。いや、違います、プロレス会場です。プロレス会場、はい、あ、そうなんですね。そうですね。だよ、博多までプロレス見に来てたんですか。いや、逆に博多に来なかったらどこ行くの。いや、ちょっと待ってください。そんなモチベよくありますね。だってここは博多だぜ。はいはい、豚骨ラーメンぐらいしか浮かばないですね。博多といえばスターレーンですか。スターレーンなんです、ね、そんなことよりもですね、はい、はい、誰ですかね。ああ、なんかうちのチャンネルに似つかわないちょっと、はい、地面師がいるんですけど、クイズで今ちょっとチャットに入れてほしいですね、この方が一体誰なのか。ああ、そうですね、はい、はい、あ中山きんに君だね、完全に中山きんに君だったね。筋肉の動きですね。でも色が黒すぎるんですよ。ちょっとパワーって言って欲しかったけどね。あー、声でバレちゃうんだ、声でバレちゃう、はい、あ、そうですね。あ、すごいアピールしてる。いいんじゃないですか。はい、斉良平先生です。あー、斉良平、ありがとうございます、よろしくお願いします。ありがとうございます。大王とマサミンが、はい、ね、しかもジャニーさんも来て、はい、博多で公演するっていうから、はい、今日本当にこの格好で来たんです。それバレないように端っこに座って、多分あの午前3時の手帳の会のメンバーの方が声かけなかったら俺気づかれないまま最後まで入れましたよ、はいはい、入れましたね、うん、いけましたね、確実に入れました、うん、それなのにジャニーさんが俺だと気づいてないけど一生懸命絡もうとしてたのもすごいなと思った、はい、俺だったら絶対この格好してる人が話しかけないもん。僕全員に話しますね、はい、大好きな方たちなので、はい、公演に参加したんですけど、ついでに出されました。出ましたね。出ました。そしてもう一人、まさみに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。まさみはね、何回かこのチャンネルに出ていただいてて、はい、でもですね、今回大王とまさみんが一緒に本を出しました。やった。いいやん、ご縁を生かして夢を叶えようという本ですね。どういう本なんですか、大王。だよ、だよ、はい、いや、もうここに書いてある通り、はい、まあタイトルが、はい、ええやないかということでね、はい、いいやん、いいやんでしょ。あ、いいやん、ええやないか、じゃあ江戸時代の運動ですよ。おじちゃんが出てきた、うん、ええやないか、うん、ということで、ご縁に特化した本でございますね。ここの、うん、もう書いてる帯のまま、うん、幸運は人とのご縁から始まります。あ、それがふんだんに書かれてます。いや、そうだよね、はい、今日はですね、出版記念公演第1回目ということで、はい、博多で開催させていただいたんですけども、かなり多くの方がですね、うん、来ていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。この後ね、懇親会行く前にですね、はい、ちょっとみんなで YouTube 収録しようと思って今収録してるんですけども、多分大王とまさみんの、ご縁の生かし方みたいなやつは、うん、本をぜひ買ってほしいのと、うん、あとはですね、大量に買ったらですね、この公演の動画プレゼントっていうのもやってるので。そんなのやるんだ、はい、何の公演の。今日のやつです、はい、あ、そうなんだ、はいはい、3時間の公演の中で、うん、はい、まあ、サイン先生が2時間10分話されてるんですね、うん、そうですね、そうですね、話された伝説の映像です、ね、伝説の映像ですね、じゃないですか、はい、それを見たらですね、大王とまさみんの話とワークですね、うん、全貌がつかめると思うので、今回斉先生にですね、ご縁の生かし方について聞いていこうと思います。斉先生、よろしくお願いします。今日ね、本当に僕は黙って後ろに座ってる覚悟で来たんです。はい、懇親会で実は僕参加してましたみたいな感じのやつを、はい、昨日の夜から何回も練習して、懇親会で実際の上でしためちゃくちゃ時間あるんだな、やつで行こうって思ってたんですけど、開始する前ね、5分で終わる、今回この本、はい、僕携わってないんですよね。全くです。僕との出会いの方が早かった、うん、僕との出会いの方が早かった、うん、でも僕と見えてないところで2人がこそこそ話し合って、結局こういう本をこそこそ話し合ってなんか出ちゃったみたいな感じで、うん、でも俺携わってないわけじゃないですか。そうです。
そうです、全く携わってないです。2人に聞きたい、そこういうところに対する罪悪感みたいなものやっぱりチクチクしてます？ダイオ、罪悪感って何ですか？あるもんね、今ね、ちょっとあーなんかいけなかったなっていうのがやっぱあるよね。ダイオにはそういう感覚がなかったみたいな、とはいえ、はい、今日ちょっとお話を聞かせていただきながら、はいはい、すごく重要だなって思ったけど、今日のマサミンがやってくれたワーク、うん、あれはこれの中には書いてない、うん、マジか、うん、あのワークすっごい意味あると思う。これはただ一方的に誰かの話を聞くよりも自分たちで動いて考えてメモってってで話してやったってこんなに意味があるなっていうことを感じたんですよ。で自分は今さっきその話の中でやっぱり一つ喋りながら気づいたけど、自分の人生を変えてくれたことの中でマサミンの今日言ったワークの中のキーワードでネガティブな出来事が、ね、会社をクビになったとか、何かのきっかけで誰かと別れることになったっていうことが次の新しい出会いを生む大きなきっかけだった、でこれを思い返していくと、過去のネガティブなこと自体がネガティブじゃなかったんだっていうことに対して気づけるって思ったら、本当にその通りだなと思う。僕自身も自分で起業した時はもう借金まみれで、その上でお客さんのクレームだったり何だりを対応してたっていうあの時が自分の中で地獄だったと思ってた、はい、その時は、はい、あれから過ぎてしまえばあれなかったら今の自分絶対なかったなって思うことになるのと、なんか似てるなっていう。でそれを自分がもう一回思い返してみた時にキーマンとして出てきてくれた人たちがいる、キーマンとして出てきてくれた人たち見た時に、最初の印象どうだったって聞かれたら、全部苦手なタイプの人だったという話はさせていただいたんですよね。でも自分に対して自分を傷つけたり、そのひどい言葉を言う人たちは付き合う人はないと思うんですよ。でも苦手なタイプの人から逃げてるといつまでたっても成長できないぞっていうことをうちの師匠に突っ込まれて、なぜその人が苦手なのか、自分の持ってないものを持ってる人だからあなたは苦手なんだって思ってる、なんだけどもそれこそ今自分が変わりたいとか成長したいと思ってる種をこの人が持ってる、つまりこの人と関係性の中で仲良くなれるようにやってみてごらんって、確かに仲良くなれたんです。最初はこの人とは関わりたくないけど苦手なタイプだなっていうのはやっぱ自分の弱点ですよね。で仲良くなっていくことによっていろんなものは変わってきたけども、あ、こんなにこの人との出会いで変わるんだなっていうのは、その人を通して弱点を克服する自分自身が成長したからだよって言われたら、全部がつながった。そういう意味合いで嫌いな人と苦手な人ってのはやっぱちょっと違うものなので、そこはしっかり分けなくちゃいけないなと、苦手なタイプだけどあえて付き合いに行ってみようと思った時にそこで変わる何かっていうもの自体は大きいと思った。最高でございます。最高でした。今回あの最新生でスペシャルゲストが来てくれて、公演もめちゃめちゃ盛り上がりましたけども、まさみなんかこの本がこういう感じで届いたらいいなとかそういうのありますか？一見何にもなかったと思った出会いがスペシャルな出会いだったんだっていうことにどれだけ気づけるかで本当に人生が変わるなって思うから、だから私のエピソードももちろんジャニーさんのエピソードも入ってて、ダイオウのエピソードもいろんな人のエピソードを読むことで、あーなるほどこういう点が線になっていくんだなっていうのを感じてもらえたら嬉しいなって思います。でもこの線があるのにその俺の点は入ってない？入っとる、入ってんの、あ、そう入っとるよね。結構序盤に入ってます。序盤に入ってる。あ、そう、はい、僕が書いたパートの部分は目次見ていただいたら分かりますけど、はい、蔡良平とはっていう項目ありますなかった、さっき見たけどなかったと思いますよ。蔡良平とはさっきなかったと思う違う本になっちゃってる。どうぞ嘘をつ、ないじゃないですか、いや、ありますって、それ多分誤植ですよそう、でも蔡さん出てきます。そうなんだ、はい、出てきます。前編を通して出てきます。はい、はい、蔡先生の賛美と感謝にあふれた本になってますので、ぜひ皆様手に取っていただきまして、はい、Amazon で購入していただきまして、さらにはですね大量購入キャンペーンっていうのもですねいつも通り やりますので、情報をですね概要欄に書きますのでお待ちいただければと思います。ありがとうございます。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントどうぞよろしくお願いいたします。 LINE 公式アカウントも新しくなりましたので登録お願いします。お願いします。桜松駅ファンクラブ、夜のツタンカーメンオンラインサロン、あなたの知らない世界を覗いてみませんか。僕の主張がたくさん出てるからね。 YouTube では語れないこと、 YouTube ではさ本当のこと言えないんで、本当のことが言えんのオンラインサロン、ぜひ覗いてみて、ぜひ仲間になってください。